関東から西側では日差しが届いても風が強い状況となりそうですね。そうですね、特に東日本エリアでは風が強め、ただ西日本は、ね、そこまでの強風はないかと思います。ではまずこちらご覧ください。これが今日の午前6時の実況天気図となりまして、はい、北海道付近で低気圧かなり発達をしているんですけれども、東日本エリアは等圧線の間隔が狭くなっております、はい、一方西日本に関しては東日本に比べますと少し隙間がある状況ということになります、うん、でこの後予想される風ですが、こちらが、ね、この後12時の構図になります、まあ、今日は北に行くほど風が強いというのが特徴になりまして、まあ、東日本エリアについては特に関東ですとかあと新潟県、今日の日中西あるいは北西より北西からの風が、まあ、強めに吹くということになります、はい、またこういった風が、ね、吹き抜ける影響もありまして、若狭湾からこの濃尾平野のあたりにかけても、まあ、北西風がやや強めということになります、まあ、洗濯物を外干しされる方などは、ね、ちょっとこの飛ばされないようにお気をつけください。西日本については、まあ、そこまでの強風はないということになります、うん、一方夜にかけてですけれども、まあ、徐々にですけれども風の方はまあ収まっていく流れになりまして、まあ、夜は関東から西のエリアに関しては比較的穏やかな天気ということになりそうです、はい、日差しが届いてもこうした風の吹き方に注意してお過ごしください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからもご確認いただけます。